聖槍。聖槍、聖像は、卓形に書せられた十字架上のイエス・キリストの死を確認するため、脇腹を刺したとされる槍である。イエスの地に触れたものとして尊重されている、聖遺物の一つ。新約聖書のヨハネによる福音書に記述されている19章34文節、ヨハネ伝の作者は、加減説論者に対し、この箇所で、 イエスが一度死んだことを強調しているとも考えられる。またキリスト受難の象徴でもある。槍を刺したローマ兵の名を取って、ロンギヌスの槍、イ、ランチアディロンギヌス、フッツ、ランスデロングン、ドク、ロンジェネスロンズ、エー、ランスオブロンギヌスとも呼ばれる。生物数形が高まった時代に、いくつかの、生、槍が発見され、現在も複数が保存されている。 イエスの死を確認するために槍を刺したローマ兵は、伝統的にラテン語で、ロンギヌス、ロンギヌスと呼ばれている。この名は、ニコデモ福音書、ピラト行伝にすでに見られる。ロンギヌスは純粋なラテン聖であるが、一方、この兵士に当てられたギリシャ語聖は、ラギノス、ロンジェノス、ラシノスなどとされ、ギリシャ語の槍を意味する語、ラッシュ、または、ロンッシュ。 ラテン語の乱視やと共通性があるものの関連性は不明。ロンギヌスについては後世の創作であるが、実際にイエスに槍を刺した人物がいたかどうかについては定かではない。彼は白内障を患っていたが、槍を刺した際に滴ったイエスの血がその目に陥ると視力を取り戻した。それを契機として彼は洗礼を受け、後に聖者、聖ロンギヌスと言われるようになったという。 ローマ帝国にキリスト教を取り入れたコンスタンティヌス帝、西ヨーロッパを統一したカール大帝も聖、槍を所有していたとされる。キリスト教説話としての性質の恋、アーサー・王伝説の聖杯探索の下りにも聖槍は登場する。聖杯上カーボネックを訪れた円卓の騎士らの前に聖杯と共に現れ、穂先から血を滴らせた白い槍という姿で描写される。 イエスの処刑から600年後、エルサレムはペルシャ軍に占領された。この時、原因は不明だが、槍の先端部が欠けた。先端部は、東ローマ帝国の首都コンスタンティノオープル、イスタンブールに運ばれ、宝石で飾られた十字架の中心部に埋め込まれた。そして、当時キリスト教の教会だったアヤソフィア大聖堂に収められ、80年後には本体も届いた。 その後しばらくはここにあった。さらに六百年後、フランス国をルイ9世が先端部のみを買い取った。槍の先端はパリに保管されるが、フランス革命により行方がわからなくなる。一方、本体は十五世紀にイスラム勢力によってコンスタンティノープルが陥落した時もそこに止まった。1492年、オスマン帝国のスルタンバイアジト2世は、 かつて聖墳墓協会にあったとされる聖、槍を教皇インノケンテウス八世に送った。スルタンの座を狙う弟をイタリアに、遊兵してもらうための交換条件だったとされる。この聖槍は、サンピエトロ大聖堂に保管されているが、公開はされていない。第一回十字軍が、アンティオキア後為戦で苦戦しているとき、トゥールーズ白霊門機下のペトルスバルトロメオなる者が、 聖アンデレのお告げにより、聖、槍を発見したと主張した。十字軍将兵の士気は高まり、勝利を得たが、槍の心眼を疑う者も多かったため、自ら神明裁判を買って出た。ペトルス・バルトロメオは槍を携え火に飛び込んだが、やけどが、ひどく、数日後に死亡し、槍は、その後行方不明となった。神聖ローマ皇帝のレガリアであるの一つである聖、槍は、 夫を一世の時代から伝わるとされている。長らくニュルンベルクで保管されていたが、ナポレオンの侵攻以降はウィーンで保管されている。アンシュルス後にはナチスによってニュルンベルクに戻されたが、戦後にはウィーンに戻っている。ロバート・フェザーによる詳しい研究の結果、槍の大部分は鉄製と判明した。外側を覆う金の鞘には、神の釘、神の槍と書かれている。 これは、金の鞘の下に十字架が描かれた釘が埋め込まれていることとも一致する。さらに、清掃時の分解写真によると、黄金の鞘の下にもう一層の銀の鞘があることが見て取れた。そのうちの一枚には、ラテン語で、セイモーリスの槍と書かれていた。銀の鞘の他の部位には、ローマ皇帝ファインリヒ三世が、 聖なる釘と聖モーリスの槍を補強するためにこの銀の鞘を作らせたと同じくラテン語で書かれていた。記録でわかる限り、この槍はエジプトでローマ軍の隊長であるモーリスのものだったとされる。モーリスと彼の部隊はキリスト教徒だった。286年皇帝マクシミアノスの命により彼は槍を携えてヨーロッパに遠征した。 スイスのレマン湖周辺で起きた暴動を鎮圧するためだったが、彼らが到着した時には反乱は鎮圧されていた。反乱軍がキリスト教徒だったと知ったモーリスは皇帝に願い出て処刑を拒否した。これに激怒した皇帝は、モーリスとその部隊全員を処刑するように命じたとされ、死を前にしても揺らぐことのないモーリスの信仰心は中世の騎士たちの模範となり、彼は 騎士や戦士の守護聖人である聖モーリスとなった。モーリスの処刑後、槍はコンスタンティヌス大帝のものとなった。当時ローマ帝国は政治的、宗教的に東西に分裂していた。コンスタンティヌス大帝は帝国の覇権をかけた戦いの直前、輝く十字架とこの印の下、何時は勝利するであろうという文字を夢に見た。これに心を動かされたコンスタンティヌスは、 自分の兵士たちの盾にキリストを意味する頭文字を描かせた。さらに、戦いには聖、槍を持って臨み、勝利を収め、キリスト教に傾倒したとされる。後年、帝国をまとめるには、新たな宗教が必要と考えた。彼は、キリスト教を公認した。四百七十六年、西ローマ帝国が滅亡。その二百年後、槍は、カール大帝の手に渡った。彼が、 教皇から皇帝に任命された後、聖槍の行方はわからなくなる。その後、銀の鞘の上に黄金の鞘をつけたのは、カール4世だと考えられる。彼は、直神聖ローマ皇帝を狙っていた。そして、カール4世の子孫が生活に困り、ニュルンベルクの町議会に売り渡してしまった。アルメニアのエチミア人大聖堂に保存されている聖、槍は、 現在のゲガルド修道院がある場所で発見されたと言われている。逸話によると、聖、槍を持ち込んだのは十二使徒の一人タダイである。この地に流れてきたタダイは、聖、槍を持っていたために、地元の異教徒に恐れられ、首をはねられたとされる。タダイは死ぬ前に数人の異教徒を、キリスト教に回収させており、キリスト教徒たちは、タダイの死後、聖、槍を秘密の洞窟に隠した。 現在のゲガルド修道院がある場所である。聖ヤリはそこに200年間眠り続けた。次に、この聖、ヤリを手にしたのはアルメニアで、福音書の教えを広めようとした、グレゴリウスであるとされる。しかし、グレゴリウスは、異教の権力者に捕らえられ、ホルビラップ修道院の地下牢に13年間、閉じ込められてしまう。グレゴリウスは、奇跡的に生き延び、聖、 槍を取り戻すと、王と民衆を、キリスト教に改宗させ、301年にアルメニアは、世界初のキリスト教国家となったアルメニア教会は、槍が、ローマのものではないことは認めており、イエスの時代のユダヤ人兵士が使っていたものとしている。所有するものに世界を制する力を与えるとの伝承があり、アドルフ・ヒトラーの野望は、彼が、 ウィーンのホーフブルク王宮で聖ヤリの霊感を受けた時より始まるといった俗説もある。また、ナチスドイツ時代に聖ヤリなどの帝国宝物をニュルンベルクへ移管したのは神聖ローマ帝国の後継者であることを示すためという見解もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。